皆さんこんばんは、横浜佐藤です。今鹿児島のテントのことを言おうと思ったら先に言われてしまいました。でもう少し詳しく私から補足したいと思うんですね。昨日の夜7時なんですよ。これはね、向原さんとかね、これは県知事候補だったんですよね、杉原さんからの連絡なんですね。で夜7時過ぎにですね、テントを作ろうってことで、反対派の人たちが、県庁前のですよ、県庁の入り口の左側に作ったんですよ。すごいでしょ。これをね、この、経産省前のテントがあったこともあって勇気づけられて、でそして頑張ってですね、そしたら職員の方とか、ガードマンの人が来たんですけど、かなり押し問答ありましたけど、これは県民の意思であるということで突っ張れたんですよ。そして現在もあります。だからこれを応援するべきなんですね。それで私は情報として、そしてそこのテントにはですね、大きさはね、写真を見る限り横幅6メートル7メートルじゃないですかね。で高さがね2メートルぐらい、そういうテントで横に文字が書いてあります。知事は自然を守れ、もう2行目、知事は県民の命を、売るな、こういうふうに書いてあります。それで私はもう一つ情報を言いたいんですけど、この県議会とか市議会、仙台市の市議会と県議会が急いでますけども、この急いでるのはですね、国なんですね。これは向原さん、杉原さんの見解ですけど、国と県と九州電力が急いでるわけですけど、なぜかっていうとですね、今一つ裁判をですね、出してるわけですよ。それが鹿児島地裁に対して仙台原発の差し止め仮処分を出してるわけですよ。でこれが判決出る見込みがですね、12月末なんですね。ね、これから来年の4月には地方選挙があるでしょ。この前にやろうってわけでしょ、きっと。で皆さんご存知のように、この間の福井判決でしっかり書いてくれました。あの判決をこの鹿児島地裁の裁判官を読んでるわけですよ。読めなかったら判決出せませんからね。あれ真剣読んだら仮処分はやっぱり止めるしかないでしょう。それを国と県と宮殿はね、恐れてるんですよ。これから4月のね、地方選挙、これってこんだけ盛り上がってますから、地元でもあんだけ保守基盤の強い地元も盛り上がってる、その前にやろうってわけでしょう。そういうことは許せないと思います。さっきも安倍さん向かって喋ってたんですけど、国会許せないぞ、君たちは正々堂々と私たちと論議して再稼働をやめなさい。最低限この仮処分が、少なくともですよ、仮処分の判決が出てからでもね、やっぱり区立をやるべきじゃないですかね。我々は仮処分はどうなると思うんですね。ずっと戦い続けますけど、子供たち孫たちの顔を考えたらもう黙ってられない。頑張りましょう。